6番やん。193やろ。はい。おお。あ、帰ってこない。うん、乗った。ナイスさん。OK。 お腹すいた。お腹すきました。スルーだと思っていませんでした。間違いない。楽しそうだよ、あのおばちゃん2人。うん、楽しそう。僕らからしたらおばちゃんだもんね。どっち？ありがとう。おばちゃんだよね、ダメな。111、8番で打ちます。なんか変な打ち方。うん、変な打ち方です。手前。やばい今日。前半良かったのに。いい感じ。いい感じだけど、あー、そっから切れました。ちょっと早い。地球はパー。ナイスパー。じゅんちゃんが入れたらさやし、外したらじゅんさん絶対入れてください。じゅんさん、私先輩だから絶対入れてください。そんな切れないかな。はい、ナイスパーです。ナイスパー、はい、ありがとうございます。どういう表情？なんかめちゃめちゃやられた人みたいになってる。大丈夫？急に後半だけ。そう、待ってるみたいな。めっちゃ悪くて。いくよ。うん、いい？いいよ。いくよ。1、2、3。はい。むずい。これ早いとむずいんだよ。結構急がなきゃいけないから。ちょっとさ、クマじゃなくなっちゃったじゃん。ね、なんかアメフト選手みたいな。確かに。どうすっか。ゆきりんが多分ヒゲ片方描いてくれるから、じゃあヒゲ片方描くか、うん、これはもうもはやヒゲにする。あ、あり、ありだね。うん、いくよ、せーの、じ、ほら、なんでそんな横浜ばっか線引いてんの。え、なんでねえ、いい感じ、いい感じ。そう、猫みたいになってる。圧がすごい。いきますよ、せーの、1、うん、かわいい。おお、かわいいですか。一番かわいい。一番かわいいです。一番かわいい。一番かわいいです。なんか本当ディズニーとかにいそうじゃないですか。うん、あれ劇団四季じゃん。あ、うん、あ、確かに確かに。キャッツ、キャッツ、キャッツ、キャッツ。にゃーって言って、にゃー、やかましいわ。かわいい。かわいい。猫さやか。いいじゃん。こうやって、このホール負けた人は次のホール語尾にずっとニャーをつけて喋んなきゃいけないゲーム。じゃあ同点だった場合はニャーで、私がずっといいニャー、ナイスショットニャーって絶対ニャーをつけるっていうやつです。どうですか。ゲームマスターだから言うこと聞かないで。はい、はい、分かりました。急にやりたくねえなと思って。
ゆっこさんだったら得意だった。あー、ゆっこだったら得意だったね。何がですか。いや、何も言わなくてもニャー、そう、ニャーニャー言ってた。ニャーニャーとか言うから、そういうことね。OB です。OB です。さやちゃん。わかった。セーフ。見てな、見えなかった。あれサブグリーン方向。サブグリーン方向。OB だったら落書きだなこれは。やだな。ニャーも痛くないし。しかも落書きにニャーです。ニャーの方がやだ。行くぞ。はい。ライバーですな。落ちてきた。はい、道路左って感じです。あ、ほんと？よし、マネージメントだね。ね。すごいスピンかかっちゃったね。やばいよ。入れてくるって言ったよ。何その顔。当たったのに入った。ナイス。マンボギー。ボギー？うん。マンボギー。これうちが入れたらパーで。どっちかが入れたら。
頼む、林外してくれ。どっちかが外したらいい。林外しても私この距離入らないもん。でも私が、あ、そっか、どっちにしろも決定。え、なんでですか。だってビリー2人で入れパーじゃん。あ、私で決まってたんだ。俺がよく入れたんだよね。確かに、そうだね、そうだね。OK、スーナイスパン。私も可愛くしてほしいです。いやでしょ。うんって先輩だよ。だっていいよ。はい、あの鼻高くしてあげる。あ、うん、せっかくだから、うん、せーの、1、2、3。あ、まだ可愛い。可愛い可愛い。すごいな。エキゾチックジャパンだ、うん、こっち向こう。ちょいちょい、一回1、2で止めて。で、反対向いてみてほしいから。せーの、1、2。せーの、1。あ、小顔にしてくれたんだ。うん、どうですか。あ、ちょっとなってる。小顔になった。失礼でした。私の3秒も使っていいよ。けた。私の3秒も使っていいよ。あ、純様のやつ。え、どうしよう。え、やだ。やだ。やえ、いやにゃ。どうしようかな。鼻毛もうちょっと描く。うん、今さっき言ってたことやったら描いて。え、口を真っ黒にする。え、どういうことですか。唇にゃー。え、にゃー。で、鼻毛増やしてあげよう。うん、いや、うん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 、鼻毛っていうのがヒゲみたいになった。オッケー。ね、ヒゲみたいになった。